皆さんおはようございます。全国賃貸オーナーズフェスタ2022にお越しの皆様、改めましてバイオリニストの松本蘭です。今日はですね、皆さんいろいろとこうお勉強になるようなこととかためになるお話たくさんね聞ける、素敵な機会だと思います。そのためには皆さん頭がこうフル回転するんじゃないかなと思いますので、それに備えてですね、今はちょっとこうリラックスをしてクラシック音楽のこの音色にですね、ちょっとこう身を委ねてリラックスしていただけたらなと思っております。短い時間ではありますけれども、最後までどうぞよろしくお願いいたします。それでは曲目ですけれども、まずオープニングに演奏した曲は皆さんよくご存知のエルガーの愛の挨拶という曲でした。これはエルガーが7歳年上の奥さんに結婚するときにプレゼントした愛あふれる曲をお届けしました。続いて2曲演奏いたします。まずはですね、プッチーニ作曲のオペラトゥーランドットより誰も寝てはならぬ、これはもう10年ぐらい前になりますでしょうかね、荒川静香さんが金メダルをお取りになった時にこの音楽が使われて大変人気がまた高まった曲です。そしてもう1曲は、リベルタンゴ、これはピアソラのリベルタンゴですね。対照的な、2曲をお楽しみいただけたらと思います。それではお聴きください。
ありがとうございました。それでは次の曲で最後の曲となります。次の曲は、実は私作曲をさせていただいておりまして、未来へという曲を、数年前に書き下ろしました。未来へというそのタイトルは、何か新しいことをしようとしている時とか、あとこう前に進もうとしている時に何かこうそっと背中を押せるような、そんな一曲が書きたいなと思って書いた曲です。それでは最後にお聴きください。Thank you.
ありがとうございました。